まあ、2人ともサウスポーじゃないですか。理想みたいな選手っているんですか？あ、もう僕はもうずっとロマチェンコス。あ、ロマシンジャーっす、僕は。ロマシンジャー。畑選手は逆に。自分入った時に、あの、山中慎介さんしか知らなくて。ああ。あと、長谷川大泉選手、同じ左利きだっていうので、わあ、かっこいい、みたいな。なんだっけ、知ってんの、メイウェザーだけだったんだっけ。その時やばかったです、もう全然知らなくて。なんか、仙台さんかなんかがこう T シャツ着てて、なんか本当にわかんなくて、プロレスラーの集団がいるなんかみたいなのがあって、全然わかんなくて、知りましたね、もう言われて。それボクサーだったの？ボクサーでした。最近は見るようになってるんですか？いや、あんまり知ってたら、まあでもカロスさんが、その見ないよって言われて、こう、なんかその時見て、こう、サウスポーでの選手だから、わ、見たりとか。じゃ別に面白いとかはないって。そう、知ってたら面白いですよ、友達じゃない。え、でもその山中さんとか長谷川穂積さんの、まあ言ったら山中さんのボクシング目指してるみたいな感じでもないですよね。あ、別に。ただ知ってたって。でもかっこいい、かっこいいっていうのは。ああ、なるほど。え、勉強で見させられるサウスポー誰なんですか？あ、でもこの間のあのロマチェンコのボディのなんか、うわ、もうめちゃめちゃ自分もボディは打ちたいなってこう、イメージはあって、まあ、なんか倒したいから顔ばっか狙っちゃってたんで、ちゃんと上下で打てっていうのでカロスさんには、あの試合は、はい、見ました。デイビスとかわかる？あ、わかります。わかります。デイビスわかります。はい。わ、サウスポー、サウスポー誰だよ。名前言ってもわかんねえか。わかんないです。まあ、パッキャオもそうですし。あ、パッキャオもそうです。ああ、エドウィン・バレロとか、経験の先輩ですよね。ロマ信者じゃないですか。はい、ロマチェンコはアマチュア時代から要はスターだったってことですか？そうですね。もう、別格っすね、僕の中では。あ、はい、なるほど。だからずっと目指してましたね、もうなんか、ステップワークとか。はい。え、知ったのって、ロマチェンコ初めて知ったのって北京オリンピックですね。あ、2連覇がロンドンと北京ってことですか？そうです。ああ。あ、じゃあ初めて金メダル取った時に知ったってことですか？そうです、そうです、そうです。NHK で。それこそ清水さんと同じ階級で北京オリンピック出てたんで。で、その清水さんと河内さんが北京オリンピック出たんで、NHK でその2つの階級だけ決勝やってたんですよ。ああ、はいはいはい。で、それで初めてロマチェンコ見て、なんだこいつと。もちろんそのプロしか見たことなかったんで。当時まだ中学生だったんですけど、プロしか見たことない状況で、そのアマチュアのオリンピックの決勝を見て、なんか、で、それがロマチェンコだったんで、やっべえな、こいつと思って。異次元だなって。で、今よりも、2倍、3倍速いスピードでアマチュアなんで、やってるんで、衝撃でしたね、あれは。言ったら肉体的にも全盛期みたいな。そうです、そうです。まだ20代前半じゃないですかね、でも。めちゃくちゃ強かったですね。え、今よりも美しいですか？めっちゃ美しいです、もう。芸術です。え、金メダル取った時とかでも圧倒してるんですか？あ、もう、RSC 勝ちです。KO 勝ちです。へぇー。そっからでもちょっと追い始めたみたいな感じですか？ロマちゃん。まあでも、なんか、だんだん、こう、シフトチェンジっていうか、こう、スタイルを、だんだんこう、無駄な動きを省いていってっていうので、まあ、アマチュアからプロになって、また、より長いラウンドするために、無駄を省いてっていうので。じゃあもっと、こう運動量が多かったってことですか？めちゃくちゃ多いです。もう常に動いてるって感じです。足が一つのとこに1秒以上止まってないみたいな感じ。じゃあ3分3ラウンドで言ったら、はい、よっぽどアマチュアの時の全盛期の方が見応えあったってこと？あ、もうずっと動いてます、はい、プロになってその緩急っていうのが多くなったんですけど、はい、まあ、一つ一つが動き早いんでなんかこうずっと動いてるように見えるんですけど、アマチュアはそれプラスでステップしてるんで、もうずっと動いてるって感じですね。かつ強いパンチずっと打ってるんで、もうわけわかんないです。まあ、身近にその先輩とかが世界選手権行ったりとか行って、なんかこう、ビデオとか、世界選手権のビデオとかを見せてもらったりとか。まあ当時 YouTube がそんな盛んじゃないんで、先輩たちが撮ってきたやつを見せてもらうみたいなのをやって、まあやっぱ、ね、その世界のレベルっていうのを当時知らないんで、衝撃を受けたのは覚えてますね。まあ2回優勝してるとはいえ別にこう、まあどれぐらいの差で優勝してたんですか？まあそれも2回目ももう圧倒して優勝してるみたいな。ロンドンの時はもう決勝遊んでましたね、なんかもう。KO はしてないんですけど、まあ相手選手もずっともう子供扱いって感じですね。マジか。レベルが違いますね。だから、さっき言った当時の日本選手権のさっきの4選手、村津さん、河津さん、清水さん、佐さんみたいなの
がオリンピックの舞台で行われてるみたいな感じで決勝でもう遊んじゃってるみたいな感じですね。なるほど。プロ1戦目はじゃあショックでした。ちょっといやね、まあ、あれもでもああしなきゃ勝てないんだろうなと思ってまあでもね、人間だなって思いましたちゃんと人間なんだなって思いました、はい、最近はねまたこう人間味があってまた違った意味でこう好きになってますけど、なんか。ああ、なるほど。人間味があって、まだ、こう、それで、かつ強いっていうか、こう、それがまた、いいところでもあるんですけど。なるほど。はい、技術的にちょっと参考にしてる部分とかで言ったら、どうなるんですか？打ち割りの足運びですね。やっぱもうバランスっていう、こう、やっぱ絶対にバランス崩れないじゃないですか。と、あと、まあ、まあ僕のボクシング自体が、何が突出してるって別にパンチ力でもなければスピードでもなければっていうところで、まあ、ディフェンスもそこまでこう突出してるわけじゃなくて、なんかそれは今までの経験値だと思ってるんで、経験値で何が一番の経験値かって言ったらもう位置取りっていうか、こうあんまり日本人にはいないようなこうボクシングの位置取りをするんで、そこで突出できてるのかなっていうのがあって、それはもう完全にロマチェンコを参考にしてなんで、打ち割りのサイドに回るとか、こう位置をずらすとかっていうのは、まあそこですかね。はい。まあ日本人のに多いサウスポーってどちらかというとなんかバンタム級の西田選手みたいな、長身で懐深い感じみたいな感じですよね。はい、まあ確かにそういうタイプとは全然違うサウスポーですもんね。自分からこう動いてこう糸口を探すっていうスタイルだと思ってるんで、それはもう完全にこう。完成形がもうロマチェンコなんで、はい、もともと天然のサウスポーなんですか？いや、もう全部右利きですね。なんかオーソドックスですね。ロマチェンコ見てサウスポーにしたってことですか？いや、変えたのはもう小学校の時なんですけど、それがなんでかはあんま覚えてなくて、はい、まあ一説だと、まあ自分の兄弟の長男がその当時タイトルマッチでやった選手がサウスポーだったっていうのと、まあマニーパッキャを見てっていうのがあって、まあ何が本当か分かんないですけど、まあとりあえずサウスポーかっこいいなと思ってサウスポーにしたっていう。なるほど、はい、あ、じゃあパッキャオもちょっと影響入ってますか？ちょっと影響入ってますね、はい、当時そのぐんとこうスーパーマンタムに上げて活躍し始めた頃だったんで、はい、じゃあ中谷さんがやるってなった時はもう興奮しました。あ、俺だろやってましたね。あ、じゃあスパーリング結構もやったんですか？ずっとやってました、はい、僕とミキトと働いて、自分もやってました。全然自分に出ないのにとりあえずラウンド数稼ぐんで頑張って真似したよね全然出ないだ自分だけもなるほど。畑田選手はじゃあ理想のサウスポーっていうのは？いや、そう、すっごい、そうです。いや、もう分かんない。まあ別に特に誰々に憧れてるとかいうのは別にないっていう。そのままで見始めたのがそうです、長谷川大澄さんが。やっぱパンチかわしてこう綺麗にドーンとかってこう倒すのかっこいいなと思ったんですけど、やっぱそれにやっぱりやってきててこう思ったのができないっていうのが思って、そういうんじゃないな俺みたいななんでこう良くも悪くも自分性格がビビりなんで、まあもらわないとこもらわないでパンチ自分のが当てれたらなって思うのが自分の中の理想というか。じゃあ藤田先輩からどういうボクサーなのかちょっと説明してもらっていいですか？お願いします。はたすか。はい。ですね、身体能力でやってるボクサーっす。本能ですね。本能でやってます。もう。なんで、形とか一切関係ないです。当てたいとこにパンチを出す。それが当たったら倒れる。それだけです。本能系なんです、ね、本能系です。はい。あ、じゃあ、天然サウスポーズ。あ、ずっと。ああ。だから本当、さっきも言ったように、なんか、まあ、良くも悪くもビビリっていうのがあるんで、聞き察知能力っていうか、もうすごいんですよ。もう、ここダメだと思ったらもう距離取るし、みたいな。いけると思ったら振るし、みたいな。まあ、それが結果的に、ね、全 KO だ。じゃあ。いや、全じゃないです。90% ぐらい KO だよ、ね。なってますね。92?92? 10何勝 ?16 戦やってる。あ、14勝 13KO。 あ、なんで俺の方が早く答えない多分それがなんかやっぱ結びついてんだと思いますね。
最後にちょっと一個あの前回、はい、タイトルマッチ、はい、何この時間ってあったじゃないですか。はい、点数自体はやはりここはちょっと低くなったか。今のローですね。今のローですね。倒れ込みましたジョセフアンボ。あの球打って止まった、はい、あの時どういう心境だったんですかあれは。いやえ下だと思いました結構。俺下、まあ、ちょっと打ったなみたいな。やっちゃったなっていうのは、触っちゃったなっていうのはあったっすね。はい、でも、その前とか、ちょっとなんかアピールしてたのは、はいはい。それは、まあ、ちゃんとボディ入ったなとは思ってました。はいはいはい。あ、じゃあ、倒れた時だけ、あ、ちょっと下行っちゃったなって。もう下行っちゃったなと思って、はい。うん、もうこの、出す、この途中ぐらいで、あ、やべえって思いながらも手が先行って、みたいな。うん。あ、やべえって思って、もう、だからこう、あの瞬間だけをちょっともう一回見ると、こう、打ってすぐ、あっみたいな感じになってるんですけど、自分でもそれはやっちゃったなって思って、はい。あんま、ボディ打つの躊躇とかなかったんですか？あんだけアピールしてたら。あ、でもその後からは躊躇ありました。もう、陣営からも、極力殴らないようにっていうので、もう、上ばっかりっていう。まあ、倒れてたじゃないですか、実際。はいはい、で、大体、痛みのピークが来て、そこから緩やかに下降していくじゃないですか、はいはいはい、痛みって。なんか途中で、なんか山3つぐらいあったじゃないですか。まあそうですね。あまあでも気にしないように、なんか準備をしようっていうぐらいな感じですね。うん、これどうなんのみたいな。このまま終わったらみたいな。いやでも終わんないでくれっていうのだけ願ってましたね。うん、まあでも冷静に冷静にみたいな。いや、やっぱこっちとしてもやっぱ最初は、ああ、やっぱり申し訳ないっていう気持ちから、はい、なんかあんだけ過剰にされると、逆にちょっと、いや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 っていうのが、うん、まあ、だんだん押し寄せすぎてっていう。なるほど。これ多分立ち上がってくるなっていうのが、うん、その時の感情ですかね。だから準備しとこうって言われます。なるほど、はい。ちょっとやりづらかったですかね。やりづらかったですね、めちゃくちゃ。でもそれを分かってちゃんと前に来たんで、うんうん、向こうが、あ、やべえなと思って。はい、あ、だから、ボディ打ちづらいだろうなっていう出方をしてきた、はい、そうです、そうです。めちゃくちゃいい経験ですね。なるほど、わかりました、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。